こんにちは、マッチです。今日はですね、バイクに乗って道の駅桂へ行こうと思います。で、今回のアイテムがですね、焚き火ができたらこのファイヤーボックスと斧でやろうと思います。で、こちらがイーグルプロダクツのケトル。で、これがアルコールストーブ。夜になった時用のライト。あとはカップヌードル。で、スウェーデン軍のバックパック使って持っていきますね。あとですね、ハーレーダビッドソンのシートみたいなのも買ったんで、これ試しに使ってみようと思います。今回はですね、バイクに乗ってる映像を撮ってみたいので、ここに胸にバンドをつけて、固定して撮ってみようと思います。給油方法よろしければ確認ボタンを押してください。トイレ行ったら沸騰してケトルが倒れて、その拍子に燃料もこぼれちゃったみたいですね。いやー、燃料がなくなったんでラーメンは食べれなくなっちゃいました。はい、ということで帰りまーす。
はい、ということで自宅へ帰ってきました。それでですね、動画を今見返してるんですけど、魚眼向こうに撮影設定をしていたので、ちょっと狭めに動画が撮れてしまってますね。で、あと位置的にもやっぱり胸のもうちょっと上あたりでカメラを置いた方がもう少し景色が広く見えるのかなというような印象を受けました。そうですね、この写真ですね。まあ、そこら辺は今度もう少し胸より上のあたりで GoPro を置いて、でそれで、あと撮影設定をワイドにして撮ってみようと思います。ということで今回の動画終わりにします。ご視聴ありがとうございました。